こんにちは。お願いします。お願いします。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。去年もそうでしたかね。何の音もなく出てきました平田圭司です。よろしくお願いします。お願いします。いやー今年も本当に、たくさんの方お越しいただいて本当にありがとうございます。もう去年ねこの同じイベントからもう1年というか、去年はシーズン始まる直前にね雪が、たくさん降りまして、私雪かき来ましたね。ありがとうございます。本当ねいろんなところですごく感謝されまして、雪かきありがとうございますなんて言っていただいて、今年も本当に、まあ、雪が降らないのが一番いいですけど、シーズン前に雪が降った時にまた平ちゃん来よるんちゃうかと期待しないでくださいね僕もいろいろやることありますから、もし時間があったらこそっとこうやってるかもしれませんけども、新潟の方雪かき男性の方特に黙々っとやるんですね。僕全然知らなくて、一応こうカメラもありましたから楽しく、わー雪重たいなーわーとかやってたら、もうおじさんとかも黙々と何も喋らず、なんか邪魔してるみたいな感じでしたけども、でもやっぱ雪国の方ってそういうのがね当たり前ですから、まあちょっと勉強にもなりましたけども、去年はそうですね、あと町田線来ましたね。町田線ちょっと僕本も出させていただいて、それのサイン会とかやりながら町田線来ましたけど、僕来たらアルビ勝ちますね たまたまですけども、本当に何か大変な時僕呼んでくれたら、もしかしたら、そんな言うてて負けたらかっこ悪いんでやめてください今年も楽しくやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、一部なんですけども、ゲストの方お呼びしております。紹介したいと思います、新潟県柏崎市出身、あ、そうか、これごめんなさい、段取り間違えました、スタッフの方すいません。それではトークゲストをご紹介しますこれ言わないと音楽流れない。新潟県柏崎市出身で、声優として大活躍されてます、講演会の会員でもいらっしゃいます坂口大輔さん、はい、よろしくお願いします。さあ、そしてもう一方、アルビレックス新潟サッカースクールコーチ本間勲さんです。お願いします。こんにちは。お願いします。お願いします。今年はこの3人で、一部お送りしたいと思います。よろしくお願いします。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 もう坂口大輔さんはもう僕が何と言うも皆さんの方が意外とそんなことないと思いますよ。そうですか。ちょっとプロフィールありますんで、ちょっと今自分の背中映ってましたけどめっちゃ映ってましたけど、こちらですね、はい、柏崎市出身で、そうですね、今声優いろんな作品たくさん出られてるんですよね。これがね恐ろしいことに新潟で意外と放送してなかったりするんですよねあ、そうなんですか。銀魂とかちょっと放送してましたけどね、あっという間に打ち切られちゃったんで。あ、そうですか。そうなんですよ。意外とこう東京では流れてても、ね、新潟では流れてないというようなことがあったりとか、まあ普通に本来ならそっちにいるべき人間がここに上がってしまったような感じでここに立たせていただいております。楽屋でちょっと少し緊張、怖いですよやっぱりいやそんなことない。だって僕講演会の人間ですよ本来ならそっちでわーって本間さんとか見てる側の人間がこんな、しかもなんか真ん中に いちゃうし。いやいやいいです、真ん中でいいんですよ。そうなんですか。そうです、そうです。だって、講演会は2003年から、はい、2003年からです。はい、ありがとうございます。すごくないですか2003年からっていうのは。いやね、本当ならもっと前からね応援しておけばよかったなとは思うのですが、でもその頃、はい、どうですか、一番最初に応援したとか、例えばユニフォーム買った選手とか誰なんですか。ユニフォームは一番最初に買った時は名前が入ってない、はい、ナンバーも入ってない、はい、
ユニを買ったんですけど、一番最初に買った、うん、あの名前付きユニフォームは、うん、本間さんでございます、はい、どうもありがとうございますなので、ね、なのでね、ものすごい緊張してるんですよ。この至近距離ですよ。で、ね、平畑さん実は去年町田でお見かけしててそうですか。この距離でお見かけしてて一緒に写真撮ろうかなって思ってたぐらいの全然、あ、そうですか、はい、じゃあもう今日はもうなんか震えてますもの。いやいや、いいですよ、はい、もういつもの調子で。いつもの調子ってどんな感じだ。だって声優の時なんてもうガンガンテンション上げてやるわけでしょ。あっちは楽ですよ、本業ですもの今日は違うもの。まあそうですね、はい、まあでも今日はいろいろその新潟について語っていただきたいと思いますけども、はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、さあそして、本間さんは、去年は引退試合も、はい、ありまして、はい、行きました。ありがとうございます。見てました。皆さんありがとうございます。びっくりしたのが自分の息子からボールを奪うというまあそこはね、親としてのね、やっぱ厳しさっていうのを見せつけないと、まあ、これぐらいできないとやっぱダメだぞっていうところをね、やっぱり見せつけたかったんで。いや、せっかくの子供さんがこうドリブルしてるんですから、ちょっといいとこ見せてやりたい。大ブーイングでしたけどね、皆さんからありがとうございました、いいブーイングでもあの、いいメンバーでしたね。そうですね、本当にね、本当に、まあ、ここにいる、サポーターの皆さんもそうですけど、はい、たくさんのね、選手が集まってくれたので、はい、本当に楽しい雰囲気でね、最後プレーできたので本当に良かったです。あんなら今年もやりたいぐらいですこれ引退試合って1回で誰が決めたんですかね。別に何回やってもいいじゃないですか。そうですね、ねえ、多分2回やった人いないと思うんで、初めての。毎年1周年、はい、2周年みたいなのでやっていけばいいじゃないですか、はい、そうですね。ちょっと引退5周年試合とかあるんですかね。面白いじゃないですか。それぐらいで毎年減っていきそうですけどね、お客さんも。もういないところでやらなきゃいけないかもしれないですけど、あのちょっと楽屋でシーズン DVD をちょっと見させていただいて、そこに引退試合の模様もあったんですけども、前半はかなりこの体型もシュッとした、ね、方が多かったですけど、後半になったらだんだんこうずんぐりむっくりと言いますかね、前半フレッシュなメンバーで、はい、でそのフレッシュなメンバーが疲れてきたところに、はい、ちょっとずんぐりむっくりした人たちが出ればできんじゃないかっていう話だったと思うんですけどね。いや、いろんな選手、僕正直川又選手が最初ちょっと映像を遠目で見てたんですけど、ブラジル人プレーヤーと思ってたんですよ僕。あんなフォワードおったっけかなって思ってたよう見たら川又選手やって。そうですよね。なんか髪の毛を、はい、川又選手髪の毛の後ろに、15っていう風に入れてくれて、はい、てたらしいんですけど、はい、僕も間近で見せてもらったんですけど全然わかんなくてすごい自己満だったわけですね、はい、全然分かんなかったです。なんかアルビの A か何か入れてんのかなと思ったんですけど、はい、15って入れてんだよって、15になってる、全然分かんないわっつってで、坂口さんはその DVD の、ナレーションもそうですね、されてるんですよね、はい、連続でやらせていただきました。ありがとうございます。やっぱそういうのこう見てると、こうアルビのことをいろいろまた考えたりとか思ったりとか。そうですね、なんかで去年はああいう感じだったので、だんだん僕のテンションも下がるっていう謎の状況になりましたけどね。じゃあちょっと、まあね、今年ももしかしたらね、やらせていただけるかもしれませんから、その時はもうわっしょいわっしょいで、わっしょいわっしょいで声が入れられたらいいななんて思ってるわけです、ね、でそんな感じでちょっとこう昨シーズンも若干振り返りながら、まあ、今シーズンに向けていろいろお話ししていきたいなと思いますけど、じゃあ皆さんお座りいただいて。本当に真ん中なんですね。いや、隅の方やったらおかしいでしょ。いやいやいや、真ん中でいいんですよ。落ち着かんないやいや、まあまあね、まあ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 、基本は声優さんですから、あんまりこうね、人の前でやる仕事というかね、そうですよ、姿あまり見えないところで裏方ですからね、基本的にやる仕事ですけどね、はい、でも声優ってなったらもういろんな声出すわけでしょ。男前の声やったりとか、ちょっと可愛らしい。全然ですよ、そんなことないですよいろいろ変えれるわけでしょ。普通の人ですよ、ね、いやいや、そんなことないですけども、じゃあちょっとこちらを見ながら、今シーズンのまあ監督さんも、まあ引き続きということでございますけども、でも本間さんどうですか、まあ、途中からまた 昨シーズン、はい、途中から監督に就任されてということですけども、はい、これサッカーで監督変わったから全てが良くなるっていうことじゃないじゃないですか。でも、そうですね、片渕さんはしっかりと成績残しましたよ、はい、そうですね、ね、本
当にガラッとね雰囲気変わったと思いますし、うん、まあサポーターの皆さんも一番よく分かってると思いますけど、やはりその新潟らしさっていうのがすごく片渕監督になって表現できたのかなと、まあ、それがいい結果につながったんじゃないかなと思いますけどね。どうですか、あの坂口さんもご覧になってて、片渕監督のこのサッカーというか、はい、去年のサッカーいかがでしたか？そうですね、なんかやることがはっきりしたんだろうなっていう感じはしましたね。あ、はいはい、迷わなくなったというか、うんうん、それが良かったのかななんていうふうには思っていますけれど、シーズン DVD ちょっと先ほど見させていただきましたけども、あのロッカーの中の様子も映ってたりして、監督さんはモチベーターでもありますね。はい、うまいですね。ね、はい、僕も選手の時に、はい、まあ片渕さんコーチでしたけど、はい、まあ、それでもね、やはりこう試合に出てない選手のモチベーションを上げるのももちろんうまいですし、はい、まあ、もちろんその試合に絡む選手に対しての声かけっていうのもすごく上手な人なので、はい、まあ、本当にこう出てない選手なんかはね、やっぱりなんで自分出れないんだって思う時ありますけど、そういう時にパッとね声かけてくれる、その声がねすごくこう選手をモチベーション上げてくれて、まあ、その試合でもそうですし、試合、練習中でもね、どんだけいいプレーできるか、できるようになったかっていうところはね、本当片渕監督は、上手にしてくれたので、本当にこうチームをまとめるっていうこともすごく上手な監督だと思いますね。結構無敗が続いた時期もありましたもんね、はい、やっぱあれはすごくかなりモチベーションが、選手もかなり気持ちよくプレーできていたという。そうですね、あとやはりこう一つ勝ったことによって満足させないっていうことも、そういう声かけも多分上手だったんじゃないかなと思いますけどね。一つ勝ったら次、はい、また次という、はい、坂口さんはどうでしたか、こう負けなしという時期もありましたけど。そうですね、特に片渕さんになって、うん、右サイドバックに川口選手が定着したのがなんか僕的には嬉しくて、うん、本当に選手全員を見ててくれたんだなっていうか、まさか川口選手があそこで一気に化けるとずっと期待 しながら僕は、うん、ね、長岡隣の町だったりするので柏崎、はい、すごく見ていたので、うん、正直嬉しかったですね、うん。坂口さんってやっぱもうめちゃめちゃ見てはるんですか？いやー、ダゾーンが多くなってしまってますけど、はい、足運べるときは、去年ビッグスワン本当本間さんの引退試合しか来れなかったんですけど、はい、去年は関東、それこそ町田に終わりしたように、はい、関東は4試合ですね、去年は。じゃあ結構いろんなその東京近郊で行けるところは足を運ぶというか。そうなんですよ、発表された3月3日千葉戦行けないことがもう判明して、なんか軽く気落ちしてますけどあれ、さっきマネージャーさんいらっしゃったじゃないですか。そうですよ、昨日もういきなりもううちのデスクから電話がかかってきまして、坂口さん3月3日ダメですって言われてで急いで見たら、銀玉のイベントだなんか時間的にこう行ける感じでもないんですか？全くダメです、よりにもよって全くダメです。なイベント中ダゾーン見ながらイベントやります？もういっそイベント僕の代わりに菅田将暉君を出そうかと思っていやそういう問題でもないと思いますけどもね僕はもう千葉に行こうと、千葉でソーセージを食べようと思ったんですけどね秘策のね、秘策のね。ちなみに行かれた時はやっぱユニフォームを着て？そうですね、去年は10番と、まあ今日した色でまた、いやいいとこ、こういう日かなと思って。なるほど、はい、28番をこれ、早川選手が入団した年に買ったユニなんですけど、はい、はい、ピッチに帰ってきたら着ようかなと思ってずっと寝かせておいたのをようやく去年、はい、来ましたね、そういう時期が。そういう時期が来たので来たって下ろしましたね。早速着倒してますでもやっぱこう身につけてるとまた気持ちも入るというか。そうですね、なんていうんですかね、いろいろイベントとかでも着る機会が多かったり、はい、映像付きのラジオとかでも着ることが多いんですけど。じゃあもうファンの方はもうアルビレックスを応援してるのは皆さんご存知で、もうだんだん周知されてきたんでちょっとありがたいですけどね。僕がどうこうよりもアルビレックスっていうチームがだんだんこうね、今まで知らなかった人にも分かってもらえるようになるのはとても嬉しいことなので、はい、なんだあれはって大体言われますけどね。まずね、知らない人からとってはどういう服なの、うん、っていう、カメラ製菓の回し物かとか本当にね、いやいや違う違う、ちゃんと調べて、
今ね、ネットで簡単に調べられるからあれは何だって思えばね、まあね、簡単に調べられるんで、ぜひぜひ応援していただきたいなと思いながら。でも本間さん、こういう、まあもちろんその新潟で応援するっていうのもありがたいですけど、はい、新潟じゃないところでもそのアルビレックスをこう広げる活動ってありがたいですね、はい、そうですね、本当ありがたいですよね、ねえ、まあ、関東の試合でもね、うん、たくさんのサポート入ってくれますし、うん、あとは遠いところでもね、やはりなかなか新潟から応援に駆けつけられない人もいる中で、うんうん、その九州でもね、そういうところで駆けつけてくれるサポーターもいると思うので、本当に日本全国でね、このアルビレックスを応援してくれてるサポーターがいて、うん、選手は本当に心強いと思いますね、はい、だからこういうアニメがお好きな方でも、このユニフォーム姿を見て、あ、ちょっとアルビレックスに関心を持ったりする方もいらっしゃるでしょうし ね、 うね、もっともっとだから影響力をね、僕は持ってればいいんですけど、なかなかね、うん、サポーターを増やすところまでは来てないので。いやいや、でもそういう地道な活動がもうコツコツやってきます。いや、コツコツが大事ですよ。徐々に増やしていく。だからその声優ですから、まあ姿はね、お仕事の時はちょっと見えませんけども、見えませんけど、はい、まあイベントとかあれば、なんかこうセリフの端っこにアルビみたいな。多分ね、めっちゃ怒られるやつですね。ダメですか、ちょこっと。ガヤの中にちょっと混ぜる。そうそう、みんなわーわー、そうだそうだーみたいな時あるじゃないですか。その時、アルビアルビ、アルビー、ケチらせーっつって。なんかこう言っていくっていうのもね。ね、それぐらいはありかなとは思いますけどね。うん、さあ、そして、もう2019年になりましたけども、まあ、ちょっとメンバーを見ていきたいと思いますが、坂口さん、今シーズンに向けてのなんか期待みたいなところありますか？はい、とりあえず見知った顔が何人か、野澤選手とか、はい、四条の選手が帰ってきてくれたのがめちゃめちゃ嬉しくて、うん、ああ、こういうことってあるんだなって思いました。それはずっと やっぱりずっと応援されてる方だからこその喜びっていうのもありますよね。そうですね、新しくね、サポーターになった方にはもしかしたら馴染みがないかもしれないですけど、やっぱり思い入れのある選手2人だったりもするし、うん、まあ嬉しいですね。あとはもうね、森選手と平松選手も帰ってきてくれましたし、うんうん、外国人の多いことよ。どうするんですかね。カタカナ多いですね。カタカナ多いですね。僕レオナルドのユニフォーム買いましたよ。早くも。はい。早くも。今年は9番、10番、15番買いました。なるほど。はい。なんか馬券買ってるみたいな。9番からの流しみたいになりましたけど。そうなんですよ。本間さん、ちょっとカタカナだいぶ、はい、多いですね、カタカナの方。そうですね、これなかなか顔とね、はい、名前が一致するのサポーターの皆さんもね、時間かかるんじゃないかなと思いますけど、まず今日をきっかけにね、覚えていただいて、はい、そうですね、ね、でもこの、ということはやっぱカタカナの選手に結構かかってる部分もちょっとありますか？はい、まあ日本人だけではね、やはり難しい部分はあると思うので、うん、はい、うん、まあやはりこの外国人選手も、うん、まあもちろんね、競争はありますし、ここだから日本人と、そうですよね、競争し合ってお互い高め合っていって、うん、はい、まあ、ピッチに立つのは11人ですけど、はい、まあ、その競争があることによってチーム力も上がっていきますし、うん、やはり J2 ね、42試合という長い長丁場なので、はい、もういろんな選手がね、調子いい選手、はい、片渕選手は、あ、すみません、片渕監督は選手でいいじゃないですか。すみません。選手でもいけそうですけどね。いけそうな気がします。はい、まあ、片渕監督はその調子のいい選手を使うっていうのはね、はい、常々言ってるので、うん、まあ、この中でもね、その前の試合出れなくても、はい、次の週調子を受ければ試合に出る選手出てくると思いますし、はい、そういうことがあると出てる選手もうかうかできなくて、はい、やはりその普段のトレーニングから、いいコンディションでいいパフォーマンスを出さないと試合に出れないっていうね、そういう危機感を持ちながらやるっていうことにつながると思うので、まあ、本当にこうチームの力を上げていくっていうためには必要なことですし、非常にいいことだと思いますね。今本間さんの話聞きますと、もちろんそのポジション争いというのもありますけど、その外国籍選手の中でも試合に出れないの競争があるっていうことですね。そうですね、まあ、今年から少しルール変わりましたけど、はい、まあ、今まではね、外国人選手3人だったりで、はい、もう3人はそこの争いはなかったわけでね、日本人選手との争いだけでしたけど、外人選手は今度その外人選手の枠の中でのね、戦いもあるのでね、外人選手もすごく大変だなと思いますけどね。じゃあ気が抜けないと言いますか。そうですね。ねえ、まあ、お互い、まあ、ブラジル人、まあ、ヨンチョは、ね、韓国人ですけど、はいはい、ブラジル人選手も仲いいながらも、うん、そこでのライバル心っていうのも、ね、あると思うんでね、その辺がうまくいくとチームにとって非常に力になるんじゃないかなと思いますね。
でも坂口さん、やっぱりアルビレックスというとやっぱりこう印象に残るブラジル人の選手、今までもいっぱいいたでしょ。そうですね、僕が見始めた頃のマルクス選手だったりとか、ファビーニョも好きでしたし、シルビーニョが、まあボランチにいた頃はもうシルビーニョ大好きでしたし、でもレオかな、レオシルバなのかな、一番ユニフォーム持ってるのレオなのかな、マルシオも持ってるけど、なんだろうな、みんな好きです誰も彼も好きです、みんな。だからそういうなんかこの印象に残る外国籍選手になってほしいですね。そうですね、本当にあ、この子いてよかったなって思えるような親心で、あ、来てくれてありがとうっていう選手がね、もう立派なブラジル人選手、プロ選手の大人ですけど、やっぱこの子になるわけですね。この子になる、もうね、四十も過ぎるとね、みんなね、若く見えるんですよ、本当にどっかのおばちゃんみたいな。もうそんな感じですよ、でも本当に本間紫苑君とかね、もう、我が子でもおかしくない年齢ですが、まあ紫苑君に限ったことじゃないですけどね、岡本君とかね、みんなそうなんですけど、もうそんな目線で見始めちゃって、泣けてきますもんね、金沢戦のゴールとか見て、あははっつって綺麗に決まりましたよ、本当にね。もう引き分けるかなと思ってたわけですよ、ダゾーンで、見ながら、iPad 見ながら、はい、泣きそうでしたもんね、ちょっとしんみりしちゃいましたもん今同じ本間さんですけども、はい、面白い選手ですね。息子さんじゃないでしょ。あ、違います、あんな素晴らしい息子さんだったらすごい嬉しいんですけどねシオン君じゃなくてシオンさんって言いたいぐらいですね。そうですね、もう大人ですからシオンさんって言わないとダメですけども、いい選手ですね。そうですね、同じ本間で本当に良かったと思います僕はやっぱ同じ名字だとやっぱ若干気になったりします。そうですね、まあ周りからもそういう風に言われますし、はい、まあ気にはなりますけど、はい、まあ、向こうシオン君が嫌がってんじゃないかなって思いますけどね。同じ本間で。いやいや、そんなことないでしょう。まあ、もうこれからね、本間といっては、シオンさんなので、もうどん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 ね、チームを引っ張っていってもらいたいなと思いますけどね。ゴール決めた後、こう抱き上げられてたでしょ。はい、なんかあれ、なんか可愛らしかったですね。もう、なんだろう、本当にお父さんと子供みたいに見えちゃいましたからね大部選手がでかいのもありますけど、なんかなって思ういろいろ泣きたくなりました、あの一連で。あの一連でいろいろ、あの一連で、昨シーズン結構涙のシーンが結構ありましたか、で、あとは野澤選手も帰ってきましたし、はい、そうですね、ねえ、ちょっと本間さんの引退試合では、PK のシーンでは主役からその PK を奪おうとしてましたけども、はい、まあ本当野澤選手を目当てにね、はい、ここにいるサポーターもたくさん来てくれたと思うので、まあそれがね、今度新潟のね、はい、ビッグサンのピッチに立ってプレーしてくれるっていうことでね、サポーターの皆さんも本当期待してると思いますし、まあキャラクターもね、もちろん、サポーターの皆さん期待してると思いますけど、はい、やはりね、このピッチに立って活躍してもらうっていうことをね、僕個人的にも見たいと思いますし、皆さんも見たいと思ってるのでね、本当に頑張ってほしいなと思いますね。明るいキャラクターが本当にいいじゃないですか、はい、ね、そうですよね、うん、まあ去年ね、苦しい時期ありましたけど、はい、やはりああいう時に、野澤選手のような明るい選手がいると、またチームの雰囲気もガラッと変わったりしますし、はい、やっぱり苦しい時ってどうしてもやっぱり選手落ち込んでちょっと暗くなっちゃいますけど、やはり暗くなってるだけでいいことないんでね、やはりそこでなんかちょっとリフレッシュするような感じで明るいチームの雰囲気作るっていうのも非常に大事なことなのでね、まあ、今シーズンもその苦しくなるときは必ずあると思いますけど、はい、まあ、そういうときに野澤選手のそういう力っていうのも間違いなく必要になると思いますし、はい、チームを引っ張っていってくれるんじゃないかなと思いますね。やっぱり坂口さんもその野澤選手が帰ってきた喜びとか、やっぱ独特のキャラクターですもんね。そうですね、当時僕は東京にいたので分からなかったんですけど、やっぱ新潟にいた人間から聞くと、もうね、テレビとかにも出てガンガンメディアでアルビレックスを発信してってくれてた方なので、はい、その効果っていうのは期待したいです。それがね、他の選手に波及してっても面白いんじゃないかなって、そうか、触発されて他の選手もちょっとキャラクターがどんどん前に出るような、うん、もちろんね、サッカーが一番最も大事なものなんでしょうけど、はい、やっぱりアピールって大事じゃないですか、
やっぱり新潟市と比べると柏崎市っていうのはまだそこまでの熱は感じないので、うん、どん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 やっぱこう露出も増やしていってもいいのかなと、うん、もちろん本業に支障がない範囲内でですけどね、はい、うん、さあそんなことでじゃあ今シーズンの、メンバーのちょっと見てみましょうか。はい、まあ、こんな感じに、なっているということになりますが、本間さんこの、まあ、はい、メンバー構成といいますか、はい、これご覧になっていかがですか。いや本当に個性のある選手が揃ってるなと思いますし、うん、まあ、実力もそうですけど、はい、まあ、キャンプに行ってこの中で誰がねそのスタメンの座を勝ち取るのか、うん、開幕戦出るのかっていうその競争はやっぱり楽しみですよね。これ中盤とかも結構競争激しいんじゃないですか。もうベンチに入るのも難しいぐらいのね、うん、選手層の厚さはあると思うので、うん、本当に楽しみですね。例えば去年ね、豊島選手とか渡辺新選手とか実績残しましたけど、ね、また一からのね、スタートですから、これは楽しみですね。どうですか、坂口さん、これ競争激しそうな気がするんですけど、僕は。いや、もうだってアタッカーの数がすごいじゃないですか。ねえ。すごい多いので、うん、でもやっぱ田中達也選手に頑張ってほしいんだよな。僕ね、年齢もあって、うん、やっぱり若い現場に少年役とかでポイって、はい、入れられることも多いんですけど、うん、やっぱこうベテランが頑張ってると自分をちょっと重ねちゃったりもすることもあったりもするんですよ、うん、やっぱ若い人に負けてほしく、昔はね、やっぱり若い選手の伸びとかが好きで、うん、若い選手をガンガン押してたんですけど、うん、やっぱり自分がそう、ね、業界の中で中堅なんていう自分はそんなつもりはないんですけど、うん、位置になってくるとやっぱりそういうポジションにいる選手によりこう頑張ってもらえると自分も頑張らないかなっていう気持ちにもなりますしね。でもそこがまたサッカーの面白さで、見てる人それぞれが自分にちょっと重ねてみたりとかして、なんかそういう感情移入していく部分ってやっぱありますもんね。ありますね。やっぱ若い人に負けずに誰よりも走ってる田中選手見るとやっぱりね、やっぱり泣きそうになりますね。なんだろう、なんですぐ泣くんだろう。なんかそのもちろんその足元が前とかすごいシュートを打つとかそのサッカー選手でいろいろありますけど、田中達也選手って不思議なのがその走ってる姿をこう見るだけでなんかちょっとこう訴えてくるものがなんかありますよね。絵になるし、なんかもうすごいですよね。多分本人は走ってるだけだと思うんですけど、だからそういうのがなんか面白い、サッカーの面白いところでもありますし、でも多分田中達也選手は本当に、重要なフォワードの選手の一人ですもんね。そうですね、うん、やはりねこう達也が前から追うことによって他の後ろの選手が楽にボールを奪えるっていうシーンはねたくさんあったと思うので、うん、まあ達也がボールは取れなくても、うん、そのプレッシャーのかけ方で後ろがすごく楽になるっていうシーン本当にたくさんありましたし、まあ、全部が全部行くわけじゃないんですよね、うんうん、やはりそのベテランらしく状況を見て、はい、あとはしっかり後ろの状況も見て、うん、自分のタイミングだけじゃなくてしっかり周りとの連携の中で今だっていうところでしっかりスイッチを入れてくれるので頼もしい選手ですよね。ただこう闇雲に追いかけるだけじゃなくて、はい、一番こう重要なところで行くという、そうですね、それはまた大事な、はい、またねそれがね、うん、達也が新潟に来た時は、はい、60分限定だったんですよ、うんうん、毎試合60分になると、ね、誰か変わるぞっていう、ね、サポーターの皆さんよく分かってると思うんですけど、はい、60分まででピタッと変わるっていう、そこまで全力でやってくれるっていう選手が新潟に来た時の田中選手だったんですけど、はい、今それは90分続きますからね。それでも年齢重ねてその時間が伸びるってすごいですね。すごいですね。ねえ、やっぱりね普段の生活からねストイックにやってますし、やっぱりさすがだなと思いますけどね。そういうところはそういう姿を見て若手選手を学ぶ部分はたくさんあると思うんでね、ピッチ以外のところでも本当にこうチームにいい影響を与える一人の選手じゃないかなと思いますね。だってそれ年上の選手がそれされるとやっぱ若い選手はサボれないですよね。サボれないですよね。本当に僕もサボれなかったですもん。サボりたかったんですか。サボりたかったですけど達也っていうのは僕もやらないとっていうね
まあ、同じ上の人間としてね、やっぱりこう立つやってるから俺もやらなきゃっていう気持ちになりましたからね。でもほら声優さんとかも一人でする仕事じゃないでしょ、はい、いろんな人がやっぱりね集まってする仕事ですから、はい、そういうなんか頑張る人が一人いると全然また現場の雰囲気も違ったりするでしょ。そうですね、やっぱり誰かがそのスタジオのムードメーカーになると、うん、やっぱりそのスタジオがその人のなんか支配下に置かれるというか、はい、その人のペースにはなりますね、うん、でも手が抜けないというかね、他の人も。そうです、そうです。それが特に上の人であればね、うん、もうそういうことなんだと、下の人もその空気に飲まれますからね、うん、どうしたってその人についていって結果いいものが出来上がればね、もう最高ですからね、うん、ちょっとじゃ あメンバーもう一回見せてもらっていいですか。坂口さんにちょっと今シーズンこの選手期待したいんですけどみたいな選手ちょっと一人か二人。僕他には9番、10番、15番を買ったということでですね。そうですね、あの渡辺大輝選手は僕が初めて名前付きのユニフォームを買った15番をつけてくれたというかつけてしまったというか、はい、つけてしまったすごくだから僕の中でめちゃめちゃごめんなさいハードル上がっちゃいました。去年以上の成績を見せてっていうか欲しいですね。15をつけただけに。15をつけた選手はそういうことですよ勝手に思っちゃってますけどね、はい、やっぱりどうですか本間さん、その15というところで思い入れというか頼むぞというか。そうですね、いや結構いろんな選手にね、僕去年辞めるときに来年15番つけろよって言ったんですけど、ことごとく断られたんでまあちょっとホッとしてる部分はありますね。あ、つけてくれたと、はい、つけてくれた嬉しいと思って、ずっとね空いてるのも、まあそうですね、いつまで嫌がられてんだろうと思っちゃうんでつけてもらえてよかったです。結構声かけたんですか。声かけましたね。あ、じゃあ何人かみんな、じゃあなんか恐れ多いみたいな感じだったんですかね、はい、いやいやいいですよっていうね、やんわり断られましたけど。だから渡辺大輝選手はかなりその辺は、はい、かなり気持ちも込めて、はい、はいって言ったんじゃないですかね。そうですね、ね、わかんないですけど、はい、もしかしたらわからんまま、はい、いいっすよ、15でいいっすよって言うたかもしれない。ちょっと後で本人に聞いてみますね、はい、そうですね。ただ僕としてはそんなね、僕の15番なんて別に大した番号じゃないんで、うん、まあ、本当に新しいね、うん、大輝選手の15番像を作っていってもらえればいいと思いますし、それはまたでも楽しみですよね。そうですね、うん、はい、新しい15番像ね、坂口さんも、はい、ね、新しい15番像がまた生まれると、ね、はい、面白いですもんね。面白いですね、やっぱ15番って言ったら大輝選手みたいになっていくと、うんうん、よりアルビレックスも強くなっていくでしょうしね。いや、でもそういうことでしょうね。あといかがですか、この選手。まあみんな、なんでしょうけどね。そうですね、うん、みんな期待してますけど、うん、豊島選手とかも大好きですし、まあ当然10番つけてるんでね、うん加藤勝選手とかね、うんうん、でもカウエが残ってくれたのが嬉しかったりもしますね。あ、そうなんですね。やっぱりね、カウエ選手が出るようになってから連勝が始まったところもあって、うん、やっぱ中盤が締まったので、カウエが残ってくれたらいいなと思ってたら、ね、よかった。多分皆さん、去年のシーズン終わった頃からそんなことを皆さんお考えになったんじゃないですか。お考えになってたんですかね、多分、だって一人でめっちゃ跳ね返してましたやんか、去年。なんすかね、強い強い。本間さん、なんすか。本間さんも同じポジションじゃないですか。僕もあんなになりたかったですよ羨ましいですもん、やっぱり一人でバンバン跳ね返しましたよ、はい、そうですよね。まあレオシルバもそうでしたけどね、うんうん、一人で本当にいろんなことをやってくれるっていうね、はい、本当に助かってましたよね、去年。だからもう本当に2人前、3人前の仕事量というかね、はいはい、まあ、川上選手が入ったことによって、はい、僕は加藤選手の良さも出てきたんじゃないかなっていうね、うん、なるほど、はい。川上選手はしっかりボールを取ってくれるし、うん、ボールをさばくこともできるので、うん、加藤選手もその動きを見て自由にプレーできるようになったのでね、加藤選手の良さも出てきたと思いますし、まあ、そうすると加藤選手いいボール配球できるので、はい、まあ、チーム全体もうまく回るようになったと思いますし、まあ、そういうシーンをね、今年もたくさん見たいなと思いますけどね。一人いい選手入ると他の選手にもいい効果がどんどん出るという。そうですね、うん、まあ、そのやっぱり余裕出ますからね、
一人余裕あると、はい、やはりこう周りの選手も余裕を持ってプレーできるようになるので、うん、持ってるものを最大限発揮しやすくなりますよね。去年最初の方はなかなかこう、うん、一人一人が一生懸命やろうとしたのがすごく見えたんですけど、うん、それがなかなかこううまくいかずに、なかなか余裕ない状態で次の人にパスがいって、次の人もなかなか余裕ない状態でボールを受けてっていう連鎖が続いてたと思うんですよ。それが川上選手入ることによってチーム全体がこう余裕を持ってねプレーできるようになったと思うので、うん、本当に空気は一気に変わったんじゃないかなと思いますね。あと本間さんからちょっとこの選手期待したいな今年はっていう選手がいれば。いやーみんな期待したいんですけどね、うん、ちょっと年末に平松選手に、はい、が新潟帰りますっていう連絡もらって、うんはい、でそこからちょっと話してたんですけど、うん、長崎に行ってドリブルが上手くなったみたいなんで皆さんそうですよね、笑っちゃいますよね。ざわつきましたね。あまりそういうシーンは見たことないと思うので、まあシオン選手と同じぐらいのドリブル見せてくれるんじゃないかなっていうね、ちょっと期待してるんですけどね。これ期待していいんじゃないですか。もともとね体強いですし、はいはい、走れますし、まあ、シュートもね、うん、ヘディングも強いですし、はい、まあ、あの選手がドリブルで切り裂いて点取れるんだったらね。ちょっと待ってください、坂口さん笑いすぎです。いやいや、あーそうかーと思って、あーなるほど、楽しみです。そうなってたら本当にね新潟にとってね、うん、もうすごい補強になると思うんで。これは坂口さんいい情報入りましたね。そうですね、うん、もうだって会場がざわつきましたからね。拍手でも何でもなくざわっと。ちょっと楽しみですね。ちょっと楽しみですね。見たいです早く。でもやっぱり長崎でワントップとかも任されたりして、はい、かなりいろんなことを経験してきたんじゃないですかね。そうですね、うん、まあ、まあ苦しいシーズンだったと思いますけどね、うん、まあ、その中で学ぶことは多かったと思いますし、うん、それを新潟に戻ってきて今度新潟のために力を発揮してもらいたいなって思いますよね。まあ、長崎ではちょっとこうある程度守備をするチームの中でワントップということはかなり仕事量も多い、はい、そうですね、守備もしなきゃいけないですし、うん、はい、まあ、味方からの苦しいボールが入った時も何とかそれをキープして前線でためを作って、はい、周りの選手のサポートを待たなきゃいけないっていうね、うん、あのプレッシャーも厳しい中でそれをやらなきゃいけないんでね、うん、多分そういう中で1人2人かわす、キュンキュンとかわすのをね身につけたんじゃないかなと思いますけどね。おちょっと本間さんハードル上げすぎじゃないですか。いや本当にそう言ってたんで。ご自身で言ってたんですもんね、はい、ドリブル見ててくださいと期待したいので期待したいと思いますけども。さあ、一部の方がもうそろそろもうお時間ということで、じゃあ本間さんから、今シーズンに向けての、まあ、期待でもなってもいいんで、はい、はい、一言メッセージいただいていいですか。はい、座ってもらっていいですか。立ってもらっても、はい、じゃあもう立ちましょうか、はい、皆さん立ってね。はい、そうです、まあ、今シーズン、そのチームのスローガン走れということで、うん、まあ、それができるとアルビらしさっていうのもまた出てくると思いますし、その走らせるっていうのはやっぱりサポーターの皆さんの声が、やはりあのビッグサンの声が本当に必要だと思うので、これまで以上の、大きな声援で選手を走らせていただいて、最後に、J1 に戻るというね、皆さんの目標を達成できるように今年1年も共に戦っていってほしいなと思います。あとは僕スクールコーチとして、まだ近くにスクール生にご加入してないお子さんいましたらぜひ無料体験の方もやってますので、三崎町の方に電話してもらえれば僕が出るかもしれないので、ぜひ誘っていただいて、入会していただけたらなと思います。まあ、今シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは、坂口大輔さん、今シーズンへの思い、はい、ちょっと聞かせていただいていいですか。はい、そうですね、なんだろう、アルビレックスらしさっていうのを最近よく耳にするようになって、やっぱりそれはひたむきに走り抜く、最後まで戦い抜くっていうところもあると思うんですけど、なんだろう、ホームのビッグスワンの一体感なのかなっていうところも僕は感じてて、なので、なんだろう、サポーターっていろいろあると思うんですよ。僕はダゾーンで見ることも多いですし、現地に行く人もいるだろうし、なんだろう、選手頑張れ頑張れの人もいるだろうし、戦術とかがね、大好きな方もいるだろうし、あの応援の仕方はね、選手に厳しい人もいるし、あれね、僕みたいにバカ親みたいにわっしょいわっしょいって言える人もいるし、それはいろいろあると思うんですけど、最終的になんだろう、アルビレックスを愛してるとか、アルビレックスに勝ってほしいとか、その矢印だけはみんな持っててほしいな
とは思います。スタジアムでみんなの気持ちがバラバラになるのだけは見ていて辛かったりするので、どんな応援の仕方でもいいので、最終的にアルビレックスが大好きだっていう気持ち、その矢印だけはサポーターの方向性として常に持っていてほしいなと思うし、その矢印でアルビレックスを押し上げていただければ嬉しいなと。当然僕もね、その中の一人として、アルビレックスを押し上げる力になれればいいなと思っていますので、何卒今年も僕も一緒に応援しますのでアルビレックスをよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、第1部のトークショー、坂口大輔さん、そして本間勲さんでした。どうもありがとうございました。